はい、こんにちは、のべ本店ののべです、今日はですね、湯シャンならぬ脱洗剤という話をしようと思います。湯シャン、ずいぶんね、世の中に浸透してきてるなということは実感します。かくいう私のぶもですね、もうすでに4年ぐらい前になるかな、湯シャン関連の動画たくさんこの YouTube の方にね投稿させていただいております。というのも私のぶ自身がですね、もう15年ほど前から湯シャンをしております。湯シャンというのはシャンプーを使わずに頭を洗うということね。そして必ずその時に説明として付随で、お話しするのはですね、顔も体も口の中も一切洗剤を使っておりませんということをお話しするのね。これがつまり脱洗剤というわけね。洗剤を使わない、洗剤から脱する、つまり脱洗剤です。で、湯シャンの方が世の中では、ね、かなり脚光を浴びてどんどんこう広まっていってるので、頭をシャンプーで洗わないってことばっかりがクローズアップされやすいですが、実はこの洗剤を自分の体に使うことをやめるの中で一番難しいのがもしかするとこの湯シャンなのかなと思ってたりするのね。というのも頭というのは髪の毛が生えているので、なんかね、シャンプーをしないとしっかり洗えてないんじゃないか、または世の中の常識としてね、頭皮に油汚れが残ってどうのこうの、良くないことが起こるどうのこうのみたいなことが非常にこう常識として流布されてしまっているので、ものすごくね難しいのよ、頭ってつまりよく着っぱなしみたいなもんでしょ。こういったところ肌はね、むき出しになってるんだけど、頭は髪の毛がある分、どうしてもトラブルが起こりやすかったり、そのトラブルがあなたにとってストレスをものすごくこう与えてしまう、そういったことになるので、どうしても湯シャンというのはハードルが高い。そこで私のぶ的考えではですね、湯シャン単品で単体で捉えるのではなくて、脱洗剤ということをですね考えていってはいかがかなと常々思ってるんです。というのもやっぱりね、毛が生えてない分、体の方が洗剤をやめた時のストレスが感じにくい、ね、それと洗剤をやめたそのメリットを実感しやすいんじゃないかなと。逆に言えば洗剤をやめた時のデメリットを感じにくい、なのでできればね、湯シャンにいきなり挑戦するよりも体を石鹸やボディーソープで洗わない、これが一番いいんじゃないかなと思ったりするね。当然お口の中ね、どうしたってあの歯磨きのスースーした感じがないと綺麗になった気がしない、これだったら虫歯になっちゃうんじゃないかと誰もがね、なんとなくイメージしやすいんじゃないかなと思うし、お顔に関しては特に女性はお化粧するので、そのお肌に何かトラブルが起こったら怖いというなんか恐怖に駆られて、どうしても今まで通りのやり方をしたいということになるはずですので、体がね一番その洗剤をやめるってことは簡単なんじゃないかなと思ってたりするね。やり方は簡単です。今までお風呂に入って何かしらのその今時タオルで洗ってるって人はあんまりいないのかな、何かしらの布スポンジ的なものに洗剤をつけてぐじゅぐじゅタオルを立てて体を洗っている、こんな方が多いんじゃないかなと思うね。またはそうじゃなくても手でね洗剤で洗うと、これをただお湯で流すだけにする、気になるところは軽く手でこするだけにする、こんな風にすると洗剤、体に関しての洗剤は簡単にやめられるんじゃないかなと思うね。で、今日はこのお話に付随してですね、視聴者さんからコメントをいただいてますので、それをお例に出してちょっとお話をねしようかなと思います。高木さんから質問いただきました。のぶさん、こんばんは。質問お願いします。のぶさんは基本皮膚を洗うものにシャンプー、ボディーソープ使ってないとおっしゃってましたが、ヒゲとか剃るときはどうしてますか？本来女子向けに発信されていると思いますが教えてほしいです。たまには男子向けの話もしてほしいです。男子特有な薄毛対応、ヘアスタイル等、質問&要望でした。はい、こんなコメントを高木さんからいただきました。まず率直にこの質問に対してお答えするとですね、ヒゲ剃り、のぶさんもちろんね、ヒゲ生えてるけどそれ以外のところは剃ってるわけだよね。これは、かつてはお湯で濡らしただけで T 字のカミソリで剃ってました。でも今はね、電気シェーバー、ここ数ヶ月ねかな、何月だったかな、あれは去年の後半、10月11月ぐらいからかな、電気シェーバーで剃るようになりました。なのでもちろんね、顔に洗剤を使っておりません。T 字で剃っている時も お湯で濡らすだけ、泡をつけたり、ね、しないで剃ってました。それは T 字のカミソリの刃の部分にね、滑りが良くなるなんかこうベルトみたいなのがついてるんだよね。それが水で濡れるとぬるぬる
して滑りを良くするということだったのね。でそれじゃあ界面活性剤入ってないのかというと入ってなくないと思います。でもじゃあ洗顔料や石鹸でね泡を立ててゴシゴシこするのとどっちがいいのかというこういう話になると思うのね。なので別にそういったね細かいことは気にしませんでした。なおかつ毎日剃るわけじゃないんだよこれ、なので何日かに一点そのカミソリにくっついている滑りが良くなる、なんていうのテープみたいなのがあるんだよね。それが濡れて、ツルツルとこう滑り剃りやすくなるので、それで、剃ってました。今は電気カミソリです。これ油シャンにも当てはまるので、油シャンをいざやろうとした時に油シャン何が何でも油シャン絶対油シャン、ね、シャンプー何が何でもシャンプー絶対シャンプーシャンプーしなきゃダメこの二極化これがねよろしくないと思うんだよね。これ体でも顔でも口の中でもそうですね。絶対にこうじゃなきゃダメシャンプーを使わないシャンプーを使うこの2つしかグループがないと思ってる方非常に多いと思います。もっとね緩く考えればいいんです、ね、気楽にやればいいんです。必要だと思ったらするあ今日は必要ないこのタイミングが必要じゃないと思ったらしない、たったこれだけのことなんですね。ご存知の方も多いと思いますが私のもですね1ヶ月に一遍するかしないかぐらい髪の毛だけシャンプーするのね。それは整髪料がついててもうお湯だけでは落ちなくなってきたそのことによって髪の毛の風合いがよろしくなくなってきたなという時はですね、普段の油シャンのようにお湯ですすいで、その後シャンプーを手に取って髪の毛だけぐじゅぐじゅっとこう洗ったりする。つまり整髪料を落とすためだけに、シャンプーを使う。これを月に1回するかしないかです。それ以外は頭からお湯をかぶるということ自体今の冬の時期はですね1週間に一遍はほぼしないかな。湯船に入ってね、使った時にその濡れた手で寝癖をシャシャッと直す程度です。つまり頭皮がお湯で濡れるということが週に1回あるかないかみたいな、まあほとんどないかな。夏場はもうちょっとするかな。週に1回または2回頭からシャワーをかぶるということがあったりするかね。そんな感じで必要な時に必要なことを必要なだけする、たったこれだけのことなんです。でこの高木さんからご要望いただきました。男性に対しての情報も知りたいということなんですが、基本スキンケアに関して男性も女性もないですね。まあ、今回のヒゲ剃りということに関して言えばやっぱり男性特有だったりするのかもしれないけど、まあ、女性もね産毛が気になってきたら剃るなんていうことなので女性も共通です。特に頭に関してはですね男性も女性もほぼ関係ないです。当然、なんか男性の方が皮脂が多いとかうんぬんとかそういった話あるんだけど、それ個人差なんでね、ノブさんみたいに男性だけどどちらかといえば乾燥肌、あまり油っぽくない、カサカサしやすいという人もいれば、女性でもベッドベッドに油っぽいという人もいるので、特に男性女性これは女性だけのことですよという情報発信はですねこのチャンネルではかなり少ないです。ただチャンネルをご覧いただいている方の多くが女性なので、大人女子に向けてという体を取っておりますが、男性も共通する部分が多いです。それとここ信屋本店はゲストの9割以上が女性ですので、なかなか男性の施術例というのはね出しにくいというのはありますね。なので男性のヘアスタイル過去にねいくつか出してはいます。遡って見ていただくか、男性のヘアスタイルの専門のチャンネルをねご覧いただいた方がいいのかなと思います。とにかくねこういった素朴な疑問大歓迎ですので、これをご覧のあなたもしねこういったことってどうなのかしらと思ってた場合はですね、遠慮なくコメント欄の方に質問をお寄せくださいということで、参考になれば幸いです。現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信はですね4月です。4月ね、4月ライブハウスからライブ配信を行っちゃいます。その詳細はですね次回の動画でしっかりとお伝えします。募集も開始しますので次回の動画ぜひお見逃しなく。そしてこの信屋本店のノブというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけ切り取って、私の方がほんのちょっとおしゃべりを添えて毎週日曜日の夜9時にお届けしております。大人女子の皆さんの大好きな昭和の名曲を私の方が心を込めて歌っておりますので、ぜひこちらも可愛がってやってくださいってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は土曜日に会いましょう。バイじゃんけんぽいチェキでした。では恒例の私女に生まれてよかった、そしてこれ男に生まれてよかった、 OK ありがとう。